結婚しているジャニーズ8選、子供についても。以前は独身の男性アイドルが多かったですが、近年は結婚を発表しているジャニーズも増えましたよね。今回は結婚しているジャニーズタレントについてまとめてみました。結婚しているジャニーズ8選、子供についても。大勢のファンを魅了するジャニーズのタレントを射止めた奥様はどんな方なのでしょうか。ぜひご覧になってくださいね。井ノ原快彦。まずは井ノ原快彦さんです。 V6 のメンバーとして活動し、解散後はジャニーズアイランドの社長に任命されたことで話題になりましたよね。井ノ原さんが結婚したのは2007年で、お相手は女優の瀬戸朝香さんです。交際期間は2年半ほど付き合い別れ、5年後にまた交際し、2年半後に結婚しているため合計で5年でした。デビューから支えてくれたファンに一番に報告したいと考え、メンバーや事務所などに相談をし、コンサート初日に結婚の報告をしています。直接聞いたファンは驚いたでしょうね。周りの反応はおめでとうよりもありがとうというメッセージが多く、三宅さんも泣いていたと結婚会見で話していました。近年ではあまり見かけませんが、ツーショットで結婚会見を行い、結婚指輪やプロポーズの言葉、一緒に住んでどのくらいかなど具体的な質問に答えています。名前の呼び方やご両親への挨拶のことなど、一つ一つ真剣に答えているのがとても印象的でした。お二人の間には2023年4月現在、長男は13歳、長女は9歳の2人のお子さんがいます。運動会の帰りの様子をスクープされたり、親子エピソードを番組内で話すこともありましたね。2人のお子さんのパパであり、アイドル、俳優、社長など大忙しの井ノ原さん、これからも目が離せませんね。国分太一。次に国分太一さんです。2015年に結婚しますが、マスコミに報告する前にファンクラブの会員に郵送で発表をしました。その後、国分さんが司会を務めていた番組内で改めて結婚の報告をしていましたね。お相手の女性は元 TBS 社員の方で、2016年に長女、2018年に次女が誕生しました。国分さんと奥様の間には2人の娘さんがいるんですね。奥様との馴れ初めとして言われているのは、2003年にお仕事を通じて出会い、国分さんが一目惚れをしたそうです。それから数年後に交際がスタートし結婚しています。お相手の女性の方は一般人なので、テレビで共演することなどはありませんが、エピソードとして番組内で話されることも多いですね。娘さんとのやりとりや家族でのお出かけなど、幸せそうに話す姿を見てとても癒されます。風間俊介。次に風間俊介さんです。2013年5月に一般女性と結婚したことを、同年7月にジャニーズ事務所を通じて発表をしました。結婚当時、一般女性としか公表されていませんでしたが、その後5歳年上の元タレントの女性だということが週刊誌の記事で明らかになりましたね。風間さんはあまりプライベートのことを話す方ではないので、結婚後も奥様のことに関してはあまり話していませんでした。子供がいるのかいないのかも公表されていませんでしたが、2019年に3歳の息子がいることが週刊誌で報じられたんです。週刊誌の記事に SNS では、風間さん結婚してたの？子供いたの？と驚きの声が寄せられていました。その後、隠すつもりはなかった、
と子供の存在を認めていたので、風間さんと奥様の間には一人のお子さんがいることが分かりました。ジャニーズ事務所の方針なのか、プライベートを話さないタレントも少なくないので、風間さんも話すタイミングがなかったのではないでしょうか。そう考えると、ツーショットで結婚発表した井ノ原さんと瀬戸さんは珍しかったのかもしれませんね。風間さんといえばディズニーが大好きなことを公言しており、年間パスポートも学生の頃から持っていることも有名です。今は息子さんも一緒にディズニーを楽しんでいるのかもしれませんね。いつかテレビで息子さんとのエピソードが聞ける日を楽しみにしたいと思います。生田斗真。次に生田斗真さんです。2020年6月5日に女優の清野菜名さんと結婚したことを発表しました。代理人を通じて6月1日婚姻届を提出しています。この日を選んだ理由について、生田さんは入籍するベストな日を考え、ちょうどコロナの緊急事態宣言が解除されたことで発表を決めたようです。生田さんも清野さんもインスタグラムで結婚発表をしています。お二人の馴れ初めは2015年に放送されたウロボロス、この愛こそ正義で、警察官の先輩後輩を演じたことで意気投合し、交際をスタートさせました。一緒に出演をしていた小栗さんに、生田さんは清野さんのことを、清野ちゃんかわいい、かわいい、怒ってもかわいいと話し、ベタ惚れだったそうです。お二人はたびたび報道されていましたが、堂々とデートしている姿は真剣さが伝わってきますよね。事務所は交際を反対していたそうですが、生田さんは20歳の時に出会った清野さんのことを、女優として大きくなるまで待ちますと先方に伝えていたそうです。生田さんの清野さんへの思いが本当に伝わってきますよね。その言葉通り、清野さんが女優として大活躍するまで待ち続け、結婚にまで至りました。生田さんと清野さんの間には一人お子さんがいますが、性別や生年月日は公表しないようです。すべてを公表することが正しいわけではないので、お二人なりにお子様を守っている姿を見て少し微笑ましくなりました。元気に育ってほしいですね。桜井翔。次に桜井翔さんを紹介します。1999年に嵐のメンバーとしてデビューし、2020年に活動を休止しました。休止後の2021年9月に一般の女性と結婚をしましたね。一般の方なので、お写真やお名前などは公表されていませんが、同級生の女性と噂されています。桜井さんが結婚を発表した日に、メンバーの相葉さんも結婚を発表したんです。同じグループのメンバーが同日に結婚発表をしたのはかなり珍しく、驚きの声が寄せられていました。発表に関して否定的な意見よりも、おめでとうございますや、同日に発表なんて桜葉コンビ尊いなどと祝福の意見が多かったですね。今ではプライベートのことや奥様のことを話す方も増えましたが、桜井さんは結婚発表後、特に奥様の話には触れていないんです。出演番組で祝福された時も、ありがとうございますだけなので、ファンに配慮している姿も見られます。お子様に関しては、2023年2月に第一子が誕生したことを事務所を通して報告しました。自分の腕の中に収まるほどの小さな命にしっかりと向き合っていかなければ、思いを新たにするところですと父になった喜びを明かしていましたね。性別や
出産の時期に関しても非公表のため分かりませんが、とても可愛く溺愛のパパになるのではないでしょうか。突然の発表に驚く人も多かったですが、おめでとう、自分の身内くらいに嬉しいですなど、たくさんの祝福の声が寄せられていました。相葉雅紀。次に相葉雅紀さんを紹介します。桜井さんの時にも紹介をしましたが、2021年9月に結婚を発表されましたね。お相手の女性は関西出身で1歳年上の一般人なので、お名前やお写真などは公表されていませんが、交際歴は10年なのではと噂されています。相葉さんの彼女に関しては時々週刊誌に記事が載っていましたね。ツーショットはほとんどなく、彼女の父親への取材なども掲載されていました。10年の交際が事実であれば、10年もの間匂わせることもファンを悲しませることも少なく、外でデートなどもほぼできていない状態で交際していた女性はプロ彼女と称されていましたね。アイドルの彼女である以上、徹底していたことに対しても好印象を持つファンも多く、結婚に対しては否定的な意見は少なく感じました。結婚以前、桜井さんはツーショットや旅行姿などが週刊誌に掲載されたこともありましたが、相葉さんの彼女さんはほとんど撮られることはありませんでしたね。お互いがどこかに行くときなども別行動など徹底していたり、彼女さんの口からは何も明かされていませんでした。結婚前にご家族にお二人についてインタビューされたときも否定もしなかったため、紹介済みと言われていたんです。子供に関してですが、2022年10月に第一子となる男の子が誕生したことが事務所を通して報告されました。桜井さんも2023年2月に第一子が誕生したことを明かしているため、お二人のお子様は同い年なんです。同日に結婚発表し、同い年のお子様がいるなんて本当に素敵ですよね。以前、秘密の嵐ちゃんの企画で俺の千葉を紹介していた相葉さん、その時に桜井さんと二人で将来のお子様についても話していましたね。いつか二人の話していた未来が実現したらいいなと思いました。二宮和也。次に二宮和也さんです。2019年の11月に一般の女性と結婚をしました。一般の女性としか言われていませんが、元アナウンサーの女性と言われています。桜井さん、相葉さんの時はおめでとうと祝福の声が多く寄せられていましたが、二宮さんの時はあまり多くありませんでした。その理由は、交際中に匂わせるようなブログや写真などが多く掲載されており、ファンを敵に回していたんです。一つくらいならまだわかるのですが、ファンがあまりいい気持ちにならないような投稿が目立ち、結婚前からかなり噂をされていました。ツーショットや婚前旅行なども週刊誌に撮られていたり、ファンを大切にする行動よりもないがしろにしてしまっている部分も多くあったんです。結婚を発表した時は嵐の活動休止前の大事なコンサートの前でした。コンサートが終わって活動休止以降にファンに伝えることもできたと思いますが、大切なコンサートの前に言われたため、受け入れられないファンが多くいましたね。その頃からテレビに出演をするときは基本衣装を着ていますが、私物のアップルウォッチをつけることが増えたりなど、目に見えた変化もあり、しばらくは祝福できないといった声も多く寄せられました。2021年3月に第一子の長女が誕生していた二宮さん、2022年11月に第二子の次女が誕生していることがジャニーズ事務所を通して報告されています。桜井さん、相葉さん、二宮さんのお子様が全員同い年なんです。
大きくなった同級生の3人も見てみたいですね。横尾渡る。次に横尾渡るさんです。2023年1月に結婚発表をしたキスマイフット2の横尾さん。キスマイフット2の中で唯一の既婚者となりました。お相手の方は一般の女性で、交際期間は6年と言われています。2021年にその女性との交際が週刊誌に掲載されたことがありました。基本プライベートのことを聞かれたときは答えないことや期日まで回答がないことが多いのですが、横尾さんはその女性との交際を認めたんです。近年では交際していることを認めるジャニーズも増えてきましたが、ファンとしては複雑な気持ちになりますよね。結婚について記者から質問された時も、もう35歳になりましたし、そんな中途半端な気持ちではないことを知ってほしいと答えていました。結婚前から真剣交際ということを公表していた横尾さんに対して、ファンからは反発した声がたくさん寄せられていましたね。そのため結婚発表をした時も、祝福の声よりもネガティブな意見の方が多かったです。以前から横尾さんは女性絡みの話題が多く、ファンを悲しませることがありました。そのファンの気持ちをよそに、ラジオで女性との同棲についてのトーク内で、10周年は経つしいいんじゃない、年も年だから許してくれるっしょと発言し、ファンをバカにしすぎると SNS では反感の声が続出したんです。アイドルはファンがいてこそ輝くものであり、大切な存在だと思います。だからこそ悲しませるような発言はできる限りしないでほしいと思いました。今後の活動や行動でファンに示してほしいですね。まとめ。いかがでしたか？既婚者について調べてみると、多くのタレントが結婚していることが分かりました。以前は年齢制限やグループに一人だけしか既婚者になれないのではなど噂が多くありましたが、近年では半分が既婚者というグループも存在するため、噂は立証されなくなりましたね。結婚発表のタイミングや発表の仕方、それまでの交際についての行動などがとても重要なことだと思いました。アイドルに恋愛感情を抱くファンや、発売されるグッズやコンサートを楽しみにしているファンも多くいます。たくさんの幸せをもらっているファンの中には、結婚や交際について受け入れられない人もいるんです。結婚は素敵なことで、応援しているタレントが幸せになることは本当に嬉しいことです。祝福したいけどできない人もいれば、交際時の行動や発表の仕方でネガティブな気持ちになる方もいますよね。今後結婚発表する方が増えてくると思いますが、みんなが幸せになれたらいいなと心より思っております。